でだ、人目。どうも。お覚悟。連れてきたのじゃ。気づきませぬか、大官様。何がじゃ。この奉行所にございますよ。だから何がじゃ。本物の奉行所は隣にございます。まことか。してここはどこじゃ。奉行所のテーマパークにございます。何、テーマパークとな。この手のレジャー施設は江戸には大変不足しておりましてな。ここで私が目にものくれる大テーマパークを作り、高い入館料を取り、ガッポガッポと荒稼ぎするつもりでありまして、莫大な建設費をかけ、つい先頃やっと完成させた次第にございます。なるほどの。しかしよくお堅い本物の奉行所がこのような偽物の施設の建設を許したものじゃの。許可など取ってあるわけがありますまい。大官様の名前を使い、無理やり問答無用で作らせた次第にございます。奉行所は何も言ってこないの。奉行所からはすでに何回も苦情が来ております。貴様、手打ちだ。手打ちしてくれる。大官様、貴様というやつは。
将軍様からお預かりしている奉行所のテーマパークをよりによって隣に建てるとは言語道断。勘定奉行に引き渡す前に今までの財宝を含めご沙汰を受けるよう観念せい。はっ、もうここまで来たら巻き込まれるだけ巻き込まれてやるわ。かまう、死ね、切るせい。して悪大官と悪徳商人の非常識な野望は打ち砕かれた。この事件において悪徳商人が作ろうとしていたテーマパークの地下で大岡がさつまいもチップスを作る研究をしていた青木昆陽との出会い、またその後の享保の大飢饉で万民を救った石焼き芋の話は講談を通してあまりにも有名である。